はい、どうも、クリアでーす。今回は地球防衛軍 4.1 の35、ミッション35を攻略していこうと思います。それでは、早速、今回の陛下は何ですかね ?35 の陛下はフェンサー!なんかフェンサー!今度フェンサーに取り憑かれた感じがすんな。もうフェンサー選んでもさ、なんか、鬼ウの武器が手に入んないんですけど、もう、ノーマルでの35あたりまでのやつは取り尽くしちゃった感じなんですかね。それではフェンサープレイしていこうと思います。はい、それではフェンサーやっていこうと思います。連続フェンサーですね。異邦人集結。おー、ロボットとあの飛行船は多分届くよね。このキャノンショット、ちょっと待って、キャノンショット戦歴じゃねえって、キャノンショットが360m だもんね。 360m もあれば十分じゃないかな。それでは35、異邦人集結。フォーリナの輸送船が市街地上空に集結しています。報告によると、かつてない規模の軍団とのことです。おそらく総攻撃の前兆だと考えられます。敵の装備が整うまで、ただ見ているわけにはいきません。ここからの攻撃を、こちらから攻撃をかけ、集結中の敵部隊に打撃を与えます。これまでにないほど危険な任務です。十分に注意してください。ブルートフォース作戦よりも大規模なわけ?市街地だから建物とかが結構邪魔にもなるけど、あの隠れながら行けるからね。ロボットとかのやつは弾撃ってくるのに。うお、マジっすか。市街地っていうか公園っつうか、あ、こんなところ、あー、どうしようかな。右から切り傷していくしかねえよな。うえい、まだ届かんか。これどうしようかな。あっち開いてる、開いてる、よし、当たってる、当たってる。ダメかー、この3発の間で倒しきりたかったんだけどな。やべ、輸送船を倒せねえと。いや、でもまあ、あのドローン、あ、ドローンを排出してる輸送船もいいのかな。そうなるとドローンを倒すのもちょっとあれだな。ドローンを出してる輸送船がなければ、このドローンを倒しておけば後からだいぶ楽になると思うんだけど。雲オッケー、よいしょ。で、どっちだ、どこ行った、ここか、よしよしよし。だいぶ後ろに下がっちゃった。あとはあのロボットを倒しておきたいな。ちょっとアイテム回収は置いといて、雲は無限に出てくるのもちょっと見過ごして、向こう見てるな。よっしゃ、キャノンショットで吹き飛べ。あ、しまった、やられた、何名かやられちゃった。さて、この大きい回復は置いといて、小さい回復ないかな。あ、でもここまで下がってくるかな。あー、やられちゃった人がこうフェンサー部隊か。あ、尻餅ついてる。かわいい、かわいい子がいた。よし、
煙を吹いてるな。あれだけの戦いをしておいてまだ起動してないロボットもいるなら、雲を倒さんと開けてくれないか。いや、開けてくれた。よしよしよし。よーし、これで間違えた。よいしょ。雲を排出する先端を1個落とした。よいしょ、空振ってんな、さっきから。意外と仲間が、あ、ドローンか。こりゃクリア。いや、ドローンいっぱい出てんな。まだ寝てるよな。ここらへんかな。ドア開けてくれるのを待つ。ドローン結構倒したはずなのにまだいっぱいいるっぽいから、多分ドローンを沸かせるやつが、あー、向こうのやつもお聞きした。じゃあヘクトル狙いの三段バラ巻き。よし、ちょっと待ってね。仲間を失いたくないからこっちはドローンを攻撃しよう。上を向けば多分仲間には当たらんだろう。多分角度的に当たってしまうかもしれんけど、あー、よしよしよし。ブレードの投げ方で、投げ方次第でちょっと当たり具合が変わっちゃう。ドローンを生み出してる船団がいるかな。ヘクトルがあそこにいるけど、ヘクトルに届くかな。これ、これ届くやろ。ほら、ただ3段でばらつくからダメージが。よし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 、やったぜ。もう一匹ヘクトル来てんな。あのヘクトルを確実に倒したい。このチームみたいな動きをせっのやったら、うわっ、盾を構えて、あ、でも盾構えてるとリロードができねえな。ヘクトル狙いの三段を打ちたいんだけど、後方遠いとあんまり効果が薄いかな。よし、ヘクトルは最初からいたやつしかいないってことね、多分ね。 40m 届いてくれ。よし、でリロードしっかりして、ああ、これ助かるな。この連続でわらわら戦うんだとちょっと苦しい戦いになったけど、戦って息継ぎ、戦って息継ぎっていうこのね、この間があってくれるから助かるわ。敵の攻撃が波状攻撃というか、よいしょ、ちょっと角度が悪いから、あー、弾の当たり具合がちょっとあんまりよろしくなかったな。ちょっと仲間たちに雲を処理してほしい。ほら、
ミングが起きてるけど、なんとかなんとか戦ってくれてるか。よいしょ。うわ赤あり、落ちてくれ。ダメか。なんだ赤アリはどっから出てきた。よっしゃ、とりあえずこうキャノンショットが命なんで、これをこれのリロード、仲間たちが戦ってくれるはず。ちょ、こんな近づかれたのは自分で倒すしかないけど、でも真下に行って、赤アリなんかはぐれ赤アリ、こいつらどっから出てきた。落ちろー、っしゃジャンプしてくるところにパンチが当たってるから、このなんかアッパーみたいな感じ打ち上げアッパー。どこだ、ドローンか。なんかレーダーに映ってんなと思ってたけど、コマを打ち込もう。よし、赤ありがなんか来てんな。でももう NPC に任しとっていいやろ。よい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 、せっかく今までこの連続バトルにはなってなかったんだけど、赤アリはなんか位置的にたげりやすいのかな。しかもあれだいぶ近づかんとちょっと狙えんしな。このアーマーと取れるかな。取って、気づかれてないよな。あれ落ちてきた赤アリ、おとなしいけどな。なんか流れ弾三段があそこまで届いた、あんな赤アリのエリアまで。まずはこっちだ。よし、空いたところを、よいしょよいしょ、こうすっと明かりは来るでしょう、さすがに。よし、来てる来てる。あ、しかも紫の玉ってことはなんかヘクトルもいるのか。ドローン、あれマジギリギリ 40m 届いてなかったか。よいしょ、あ、やべ、今のドーンはちょっと辛そうなドーンやったな。早々にあれをぶっ壊したいんだが、くそ、ちょっと一旦撤退撤退。仲間たちは生きてるか。やべえな、ヘクトルをぶっ壊そう。よし、撃たせるかよ。よし、よしよし、撃たせなかった。紫のエネルギーがチャージされてたけど、今回仲間がいてくれないとちょっと辛いから。ういしょ、当たってる、火吹いてるから食らってるよな。でも三段がばらけすぎてちょっとダメージ量が低いのかな。また手をつけちゃったから赤アリが。ヘクトルの攻撃によってみんな減ったんだよ、ね、だから赤アリだけなら。てか雲どっから来てる。
よいしょ。ちょうどリロードが終わるところで開いてくれるはずと、よいしょ。もうちょい近づかんといかんかな。思ったほど攻撃が入ってない感じが。よいしょ。アリンコ真横に、アリンコ。仲間たちが多分残りのやつは倒してくれるはずだから。雲飛び立つ雲。飛楽の街。よし、落とした。だがちょいアリンコが出ちゃったかな。よいしょ。あー、こっからもうヘクトル見えてんな。あれだったら先制攻撃してヘクトル倒してもいい感じだな。あ、間違えた。違う違う。あ、しまった。よし、落としたか。今のは仲間を切り伏せてしまったかも。まだ寝てる。だいぶ寝ぼすけさんだな、こいつ。あ、起きした。さすがにここは起きするか。くそ、このビル邪魔。ほら、この距離で三段をぶつければさすがにひとたまりもないな。このクロアリを処理したい。あー、落とす。なんか出されちゃったか。右に2匹いるけど、あそこは仲間たちと戦って、なんかと戦ってんのかな。迂回してる感じが。ビルが邪魔で迂回してんのかな。よし、よいしょ、よいしょ。クロアリを排出してんだこれ。おっと、やべえ。ここでのヘクトルはちょっと、あ、仲間がもうみんないなくなっちゃう。うわ、早っ。なんだこう、こいつ強い。なんだ、移動が早いぞこいつ。まずい、仲間切れだ。結構雑魚は仲間任せにしてたからまずいぞ。よいしょ、よいしょ。ヘクトルを倒すのに、いやー、やべえ。さらに奥にもヘクトルがいる。このでっかい攻撃の、あの手法に当たれば、これつれえけども突っ込むか。え、いた。あれが砲撃してるヘクトルか。くそ、撃たれた。ゼロ距離だから結構ダメージがいて、半分以上持ってかれちゃった。ダメか、撃たせないで。こら、ダメだ。キャノンショットじゃねえの、ジャックハンマーで抑えなきゃ。いや、やばい、突っ込んだのはまずかった。くそ、なんとか逃げ切れるかこれ。ちょっと
後ろを見ながら三段をばらまく感じで、いや、やべえ、ドローンも来てる、アリとクモ、ドローン全部増し、全部乗せ、ちょっとちょっと回復やったぜ残しておいた回復が功を奏したけど、もう仲間たちもあんまりね、失敗したな。ハンマー、あの距離ならハンマーでやっとけば妨害できたんだな、砲撃の妨害を。おお、三段の攻撃だとちょっと攻撃を妨害するには至らなかった。いっぱい釣ってきちゃったこいつらを処理しながら、よいしょ、もうパンチを押しっぱで打てるから楽なんだけど、おっと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 、ああしまった、 U ターンしやがった、こやつうまいな、ダッシュしながらのパンチができないのかな、よりや、いやーでもなんとかクリア、ヘクトルを討伐してきた、鬱陶しいヘクトルを討伐してきたが、もう仲間がいない、マジっすか、無限に湧き出る敵を処理しつつの、処理しつつ船を落とさないか、開けてくれ、よーし、いい子だ、オッケー、よし、おっきい回復もくれる、優しい優しい、そういうこと、届くんかな、届いてはいる、でも三段の弾がばらけちゃってるからちょっといまいちダメージが浅いかもしれんな、あの船を、どうもドローンは無限湧きっぽいような気がしてたけど、そういうわけじゃなかったのかもしれんな、なんでクモ来んだいやらしいやつですね、火花がバチバチってる、バチバチってる、もっと近い、男なら黒だろう、男なら黒だろうまで行くか、大丈夫、ここでも赤アリは気づかない、さあ開けるがいい、あ間違えた、あ間違えた、間違えた、おっしゃー落とした、こう戦ってるとなー、雲が寄ってくるのが、ほーらやっぱ寄ってきてる、一匹寄ってきてる、なんかたげっちゃうみたいなんだよな意外と襲ってこない、たけー、あそこぴょんこぴょんこぴょんこしてるだけで襲ってこない、なるべく多くの弾が、あーよっしゃー落とした、終わった、これでフィニッシュブローですよ、よっしゃ、あと3匹建物に絡みついてなかなかこっちまで来てくれない子もいるしよし、オッケーオッケー、あと1匹、別にさ痛くないから、あ
アイテム回収しながら一緒に旅立つ、この子と一緒にあの船からドロップしたアイテムとか回収しに行っちゃう。もうこのマップの中に仲間もいないし、ちょっとクモさんと一緒にこの楽しい破壊された壊された後の街を、崩壊した街をこうのんびり散歩でもしますか。あーもういっぱいアイテム落ちてんな。よいしょ。でも無限に出てくるやつって結構あれかな、あの回復が多いのかな、割とピンチになったらあー回復が落ちてるっていうことが結構今回は多々あったから。よいしょ。最後の船が落としたのは、落とした残骸がポローンって飛んだやつかな。ここにあるのは何が落ちてる。あ、回復だ。ちんまい回復だ。お、クモさんも来てるね。よいしょよし。あ、あれ取ろうと思ってた、あそこの取り忘れてたんな。よいしょ。ゆいーよ。ジャンプダッシュ。あ、ダッシュジャンプでできんのかな。いや、できない。ブースターで空中から下がり気味のところではダッシュが効くけど、ダッシュのブースターがついてる、点火してる間はダメみたいですね。いや、もうさすがに全部取るのはもういいか。吹っ飛んでった。さらば。アーマー64、おお、ハンマーが1個増えた。これはどうなのかな、パンチ君よりも強いのかな。ジャックハンマー気に、あっちげ、こっち系か。もっと超射程、あでも120、通常攻撃ハイボルテージマキシマム、チャージの段階で距離が変わるのか。ジャックハンマーは月だからスピア系になるんだな。あ、新しい盾あるじゃん。ちょっと上の盾にしとくか。よくどういう違いかよく分かってないけど、フェンサーは4つまで装備することができます。構え中、あ、構えても速度変化なし、小さいから高速起動するタイミングを合わせやすい。よし、じゃあまあとりあえず今回はここまでですね。こう安全な戦いで攻略しました。それではお疲れ様でーす。